何のため僕たち祖父がどんな人間だったか調べてるんですよ。宮部久造、昭和20年南西諸島沖で戦死。海軍一の臆病者だった。私は死にたくありません。二度と言うな。潔く自爆させてください。どんな苦しいことがあっても生き延びる努力をしろ。この子のためにも私は死にたくありません。生きて帰りたかったんでしょう。なぜ祖父は特攻を。必ず帰ってきます。約束ですよ。自分がためになるとも守るのは務めだ。宮部さん、宮部。涙見せるよ。空に願う未来。